皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編55編。指揮者のために弦楽器に合わせて、ダビデのマスキール。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら。そうしたら飛び去って休む者を。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に逃げたい。主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。まことに私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。私が神に呼ばわると、
主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると、主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから、神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についている者をも、彼らは改めず、彼らは神を恐れない。彼は自分の親しい者にまで手を伸ばし、自分の制約を破った。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。長澤孝文さんの曲で、優しいイエス様です。どうぞお聴きください。優しいイエス様、私を導いて、どんな険しい道でも離れ、羊飼い
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース。皆さんおはようございます。 Jesus Our Great Shepherd Church の赤嶺つや子です。沖縄出身で2008年からフィリピンで宣教師として働いています。2008年にですね、私が沖縄からどういうふうにしてフィリピンに渡ったかということと、神様がフィリピンの働きに入るまでどういうふうにして導いてくださったかをお話したいと思います。2008年当時、私は教会学校で高校生を担当していました。で、彼らが高校受験を控えて、いよいよ沖縄から旅立っていくという時に、じゃあ私は次何をすべきかということを祈らされました。その時に与えられた御言葉が、イザヤの40章3節、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。というふうに御言葉が与えられ、私は宣教の道を備えなければいけない。この大学生たちが沖縄に戻ってきた時に宣教の働きができるようにということで祈って、そして1ヶ月の間にフィリピンに行く準備をしました。会社を辞めて、そして家の整理をして、また車は教会のメンバーに明け渡して、本当にバタバタとフィリピンに行く準備をしました。で、フィリピンに行ってからはですね、英語のこう勉強も、まあ、ちょっとして行ったんですけれども、本当に授業についていけない。で、ある日曜日、礼拝中に神様に泣いて、本当に神様、あなたは素晴らしいお方です。どうか助け人を送ってください。というふうに祈ったらですね、その賛美してる途中に私の手を握る人がいて、家庭教師、英語の家庭教師必要ですかって言ったんですね。あ、神様こんなにすぐ祈りを聞いてくださるんだ。そういうふうにして祈っては祈りが聞かれ、そしてこの授業もまたいろんなアクティビティがあるんですけれども、それも本当にたくさんの助け人によって助けられながら進学校を卒業することができました。で、また在学中にですね、同じクラス、英語のクラスを取っていたある兄弟が、まあ、将来について祈ってほしいというふうに言ってくださって、そして半年間祈って、御言葉の一致が与えられて、そして結婚を決心することができました。文化の違い、そして考え方、経済的な違い、まあフィリピンの兄弟だったので、本当にやっていけるのか、という不安がいっぱいでしたが、神様が御言葉を与えて、平安とともに、まあそれをお互いの教会に報告して、当時彼はもう牧師の働きが始まっていたので、周りの学校の先生たちやカウンセラーたちに祈ってもらいながら、そして準備をして、主人の教会で働きが具体的に始まりました。沖縄を出るときは仕事も辞めて、そして結婚も諦めて、もうすべてをギブアップして神様に従おう。ギブアップっていうとこうネガティブなイメージがありますが、とにかく自分に死んでっていうふうに思っていました。でも実際神様は最善の時に最善の人を送ってくださる神様で、私がギブアップした、諦めたと思ったことをすべて主の素晴らしい時に成してくださったんですね。現在は男の子、5歳の男の子が与えられています。子宮の、最初の妊娠の時に子宮の病気が見つかって、もう子供はできないんじゃないか、子供は子育てをすることはできないんじゃないかというふうに思ったんですけれども、それも神様祈りに応えてくださって、今男の子の子育てをしながら、また宣教地での働き、いろいろな事件に巻き込まれそうになったり、いろいろありましたが、守られて、2008年からですか、もう11年働きをすることができています。本当に神様は素晴らしいお方で、私たちが思っていた以上のこの働きをさせてくださっています。そして、自分に死んで全てをギブアップしたと思ったそのことも今振り返れば神様の最善の時に全て与えられている。本当に神様は私たちの思いを超えて、そしてエレミア書の33章の3節に、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようというふうに語ってくださるように、それが私の人生で
なされました。私が神様を呼び求めるときに、本当にその時々で必要を与えてくださって、知恵を与えてくださって、助け人を与えてくださって、今、神様の働きを継続することができています。結婚して、子育てもしながら大変ですけれども、本当に神様と、神様の恵みと憐れみの中で、大胆に働きもしながら、子育てもしながら、まあ葛藤もありますが、今こうやって笑顔で皆さんの前にお渡しすることができています。神様に従うことは祝福です。本当にこれからも神様の栄光が私を通して、また私の家族、また友人たちを通してなされることを信じて、続けて仕えていきたいと思います。皆さんの上にも豊かな祝福がありますように。グッドニュースはいかがでしたか？次は、陽子八木さんの曲で、主は私の羊飼いです。どうぞお聴きください。羊飼いは探していた、オーベイ迷い出た羊をずっと呼びかけて、野山かけてごめん見つけ出して抱き寄せた、ずっとあなたを探してる愛がある、命をかけて探してる愛がある。 Praise the Lord, how wonderful. Sing hallelujah. The Lord is my shepherd. Clap your hands, I shall not be one. Shake your handsMy shepherd, clap your hands. I shall not be one. Wave your hands. The Lord is my shepherd. Clap your hands. I shall not be one. Wave your hands. 羊飼いは歌い出した。 Thank you, Lord. 見つけ出した羊を抱え、呼びかけて皆を集め、 Celebration 喜んで歌い続けた、ずっとあなたを呼んでる愛がある、愛を携えて呼んでる愛がある。Praise the Lord, how wonderful. Sing hallelujah. The Lord is my shepherd. Clap your hands. I shall not be one. Shake your hands. The Lord is my shepherd. Clap your hands. I shall not be one. Wave your handsLove, it's wonderful. Let's receive it gratefully. Come here and let's praise God together. Are you ready? Yeah! 愛されて支えられて I pray 今日もまた歩み始める、生きていく、なんて素晴らしい。
支えられて I pray 今日もまた歌い続ける神様の大きな愛 I cry 受け止めて生きていく愛されて支えられて今日もまた歩み始めるゴスペルアワー聖書からのラブレター。ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っておりますので、那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。